椿ファクトリーが行く初めての里山里海体験 in 三崎。イエーイ。今日はですね、神奈川県三浦市三崎町にやってまいりました、はい、素敵なとこですね。自然がいっぱいありますよ。いろんな自然の声、そして先輩の声をいっぱい聞いて、アドバイスを聞いて、自分の中で消化して、自然と一つになって里山里海に参加する。今日いろんなことを感じますよ。肌で感じたいか？感じたい。新鮮だね。硬い。なんか硬くないですか？私、力に自信あるんですよ。ちょっとさあ、見せてください。お風呂見せました。ずいぶんこれもったいない。お、早い早い。匂いはキャベツ。こっちだけ。なんか食べました。かわいい。かわいいです。おお、いい音した。いい音したじゃん。今パキンってしたね。春の音したね。したね。取れました。ここここ三崎プレッソ。ここでね、お料理してもらおう。ボンジュー。こんにちは。キャベツを、はい、あ、いらっしゃいいらっしゃい。ちょっと二郎さん、何してるんですか？いや、もうね、今日は早春キャベツ、食べさせてもらえるって言って、もうね、昨日の夜から皆さんお待ちしておりました。僕らが若い頃に近所のおじさんおばさん親戚の人たちが集まると戦争体験の話を僕ら子供の頃いっぱい聞いたわけですよ。それで子供心に、ああ戦争のない時代になったらいいなと、やっぱり戦争は悲惨だな、自分たち戦後生まれ以降どうか戦いのない時代にならないだろうかというような、そういう思いというか願いがこうあったんですね。それで戦争を知らない子どもたちという歌が生まれたんです。かもめ児童合唱団、子どもたちね、子どもたちとこの戦争を知らない子どもたちを一緒に歌を歌いたい、いつか歌いたいという夢があったんです。北山治の吹田城の中に、いつか子どもたちと一緒に歌いたい、で、できれば僕とか北山治が歌わなくなった後、子どもたちがこの歌を歌い継いでくれたらいいなという思いがものすごくこう強かったね、はい、それでかごめ児童合唱団の皆さんとレコーディングすることができて、はい、